お二人とも準備はよろしいですか？じゃあね、小指ちゃんとアザラシちゃん、達者で。ああ、もし宿にお困りでしたらご相談ください。オクタビネル寮のゲストルームは1泊1万マドルからリザーブ可能ですので。おい、ちょっと待て。アザラシって、今のアザラシって俺様のことか？今日からこの寒空の下野宿か、辛いんだぞ。おーい、監督生グリム。お前たちもしかして助けに来てくれたんだぞ。グリムはともかく、監督生が宿なしになるのは、まあ俺たちにも原因はあるし、野宿して風邪でも引かれると目覚めが悪いっつうか。おめえほんと素直じゃねえな。ローズハート寮長に話はつけてやる。僕たち1年生の4人部屋でいいなら雨風をしのげる場所は提供できるぞ。お前ら4人部屋にさらに1人と1匹を押し込めるつもりか？パーツラビルに空き部屋はねえのかよ。うちの寮は退学者も留年者もいないから常に満員状態なんだ。なら、サバナクロー寮に来るか。アズールとの交渉について言ってやると偉そうに言っておいて、結局何もできなかったからな。マジフト大会の時の借りもあるし、レオナ先輩たちも断りはしないだろう。ほー、へー、ジャック君って実は優しいんだ。意外な一面なんだぞ。勘違いするなよ。次のテストのために監督生にはアズールとの勝負に勝ってもらわないと困るだけだ。はいはい、そういうことにしときましょう。ジャックの提案の方が監督生たちもしっかり休めそうだしな。うちの寮だと床に寝るか俺かデュースのベッドで一緒に寝るかになっちゃうしね。あ、もしかしてそっちの方がいい？冗談だって。じゃあさっさと寮に戻るぞ。もう12時近いじゃねえか。じゃまた明日な。おやすみ。